皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。この間私、はい、岩手県の釜石っていうところに、うん、ライブをしに行ってきたんですよね、でそれはNHK の、ロケ番組でもあるんですよ。で今までアグネスチャンさんとか、この次は森山良子さんが行ったりなさるんですけども、いろんなところに、でそれでライブ前前日に、港の方に行って、それで最近ではその釜石市の港でも、ワカメ漁をできるっていうツアーも始めましたと。被災地。そうそうそう。そうですよね。うん。でも1年経ってそういうことができるようになりました。この旅館も頑張っていますみたいなのがあって。それで、そこでですね、前川さんっていう漁師の方に連れてってもらって、で、ワカメ漁、そしてお魚、魚釣りも、1時間ぐらいですかね、大体。沖に出て。あ、船で出て。それで1時間くらいその魚漁をして、ワカメ漁なんかもして、で1時間かけて帰ってきた。でその前川さんって漁師さんがちょっと好みのちょっとおじいさんなんだけど、いい感じの人で、加藤義さんみたいな。ああ違いますね。何こんな好みじゃないです。でその方が必要なこと以外はあんまり喋らない。海の男だから、港の男だからね。で、横顔しか、この人の横顔しか見てないななんて思ってたんですけど、ちょっと寒かったわね。そしたら前川さんが、やおら、ジャンパーを脱いだと思ったら、私にか、こう抱きしめるようにして、かけてくれて、温めてくれて、惚れてもらうやろと思ったんですよね、そのじいちゃんに。で、帰っていてから、旅館のおかみさんたちに、この前川さんって人ね、私本当にドキッとしたんですけど、こんな風にしてね、私のこと温めてくださったんですよって言ったのね。そしたら、前川さんは、本当にね、港の男なんだよって言って、で、人は、本当の当日はね、震災の当日は、どんなに皆さんのために働いてくれたかっていう話を、みんな口々にしてくれて、そんなこと一言も話さないなんてね、前川さんに私もう本当、ハートを持っていかれますよ、なんて言ったら、前川さんの方も笑って、いや、俺もう結婚しちゃったからな、みたいなこと言って、その時は爆笑で、終わったわけ。で、ちょっとしてさ、一緒にちょっと港の方に行くかってことになって、前川さんと。で、一緒にさ、行ってて、こう、コンクリがあるんだけど、ふ頭っていうんですかね、そういうの。防波堤か。はい。だその前川さんの友達が歩いてきて、おみちゃんつって、ここにへばりついたのり一番面だよつって、取って、で、自分も食べながら、私の口元にグイッとやって、ありがとうございますって、とにかく食べまして。そしたら、うまいんでこれが美味しいんでびっくりしましたってことをお話ししましたし、あと私の中に東北魂が入りましたよと思いまして、ライブの方もかなりの盛況でございました。わかめわかめといえば、あなた知ってましたか？わかめ酒ですか？違いますよ。わかめ漁をしたんですけども、茎の方と、あ、わかめの茎って何か知ってた？どうなってるか。わかめの茎？っていうか、わかめってどうやって生えてるか知ってた？知ってますよ。どんな感じ、イメージ、どう、体で示しましょうか。違います。海の底だとします。さあ、どういう感じ。直立な感じでしょ。直立な感じで、緑のあれがフラダンス見たじゃないですか。違うんですよ。なんか最近の量としては、網みたいなやつに種だから、なんかとにかく種子のようなものをつけとく。調べてから言ってくる。半年くらい経つとそれがすごく伸びてくるんだね。それで3トンくらい取れるわけ、1回の量でね。すごいんですよ、だから3トン。3トン？びっくりするような帯かっていうくらい長いんですよ。それで、あとびっくりするのは抹茶茶なんですよ。そうですよね。知ってた？なんか3日前の味噌汁の具のわかめみたいな格好とか色ですよね。悔しいけど、それが一番正解ですね。そうなんですよね。あの色をしてる。海の中じゃね、そうそう。あれだから味噌に負けたってことかな、わかめが。私、味噌みたいになります。でも戻ったんじゃないですか、元気だった頃の姿。味方って私こっちだったわってそんなことどうでもよくて、私が言いたいのは、わかめの茎の部分っていうのは、メカブなんですよ。ああ、そっか、そうですよ。あ、そう言われたら思い出すんだよね、人は。なんかおつまみみたいなので。そうそう、メカブってさ、でもさ、別人みたいな味するよね。シャキシャクってしてて、歯応えが全然違いますもんね。わかめの方はさ、そう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 って感じじゃん。すごいですね。すごい違いがあるんですよ。それで直立してないんですか？横に流れてるってこと、わかめは。さあ、それはね、波次第だね。
とにかくね、ワカメっていうのは知ってますか？ミネラルとかね、うん、栄養がある割には、うん、あのカロリーがゼロなんですよ。そうそう。知ってた？知ってますよ。本当に？うん、健康食ですからね。うんうんうん。だからね、いろいろ助かるんですよね。メカブもそうです。増えるワカメってすごい増えますよね。すごいではないですよね。利権のね。うん、一回お風呂に入れてみたいんだよな。そんなには増えないですよ。どんどん増殖するわけじゃないですからね。ただ干されてたのが元に戻るというだけの話です。オミトカがどんどん増えるわけでは、大きくなるわけではないんですよね、きっと。そうです、そうです。うん。うん、あの繁殖していかないですから、ね、もう一回あの取っちゃったんですから、それはもうそこまでの話ですね。うん。Wow! Mr. Mitani could have just created a new...